ありがとうございます。トロピオスカです。ハレルヤメディアの一徹です。ハレルヤの杉です。はい、最新です。今回もビリッジ、お宝の町。今回、太陽の湯みたいな有名なカードを紹介するんじゃなくて、うん、そうだね。誰も知らないカードを紹介するって感じだね。はい。じゃあ行きましょうか。はい。はい、もうなんか、茶番の、疲れた。むずい。茶番をなんかみんなも待ちきれなくなってしまって、もういいやって感じ。早くオタクカード見せてくれよ。じゃあ、はい、紹介したいと思います。うん、より使いの方で、このカード入ってない人、危機感持った方がいい。はい、カロリーの待ち伏せです。あ、危機感持ってるかもしれないです、これ。危機感持ってるかもしれない、これは。こちら、まあ、自分のクリーチャーと相手のクリーチャーを格闘させるというサンマーのインスタントです。うん、はいはいはい。まあ、よくある。格闘にしては重いなと思うんですけども、うん、こちらなんと、土地にもなれるということでね、うん、まあ、ゼンディカのヤギに登場した、地底でもあり土地でもあるというね、うん、タイプのカードなんですけど、やはりね、緑というデッキ、除去は少ない、うん、というところで、なんとか除去はしたいんだけども、いやでもやっぱり、緑のデッキなんで、クリーチャーどんどん入れたいとか、クリーチャーとか土地とかいっぱい入れたい。うん、そうじゃないですか、やっぱ緑っていうデッキが。まあ、そうですね。除去入れるよりは。でも、こいつなら、土地カウントとしてね、除去入れられることになる。うん、このカード、持ってない人、危機感持った方がいい。これなんか俺がカギーラの強打とやった時と同じような感じになった、うん、まあいや、それって大体こういう、まあ、土地カウントできるから、それは土地に追加能力があると強いに決まってる。まあでも、白はさ、いいんですよ。羨ましいよ、白が。剣をスキーとかよ。まあそうだね。抜けの道とかよ。最近はウセロとかでさ。うん、そうだね。あなんかクリーチャーもエンチャントプレンズとかも触れる、うん、緑はよ、ねえんだそんなカードは。まあ、うちにいる獣とか相手に三々渡す、うん、俺らにはウセロで地図トーク2個しかくれねえ、うん、忍び寄る紙とかあるよ。クリーチャーがクリーチャーがないな、あいつはな。クリーチャーにこそ触りたいですよね、緑はね。そうだね。ということで、なんかデッキをね、はい、やっぱ序盤ちょっと土地代回った時はまあ土地としてちょっと貸してもらって、うん、アイスも土地に余裕がある時はね、格闘の呪文としても使えるこのカロリーの待ち伏せなんか入れてみたら意外としっくりくるカードなんで、はい、うん、バンスランドでバンスって使える、うん、それもあるね。なんだかんだこういうカードって弱くなると操作になるんですけど、これインスタントではないですよ、うん、そう、インスタントがやられるじゃん。大体あのこういうタイプの妥協っていうか、そのいろいろモード持ってなんか偉くなるタイプのやつ、大体操作になりがち問題あるけど、うん、こいつはそういうのなくていいです。インスタントで格闘したい、みんな、うん、でも土地でもある、うん、ということでカードを待ち伏せ、はい、入れてください。格闘だからね、一応こっちの方がサイズでかくないと、うん、なんか損した気分になるから、そこだけちょっと注意しなきゃいけないけど、話がふわふわしたまま一徹さんに渡すことになるとは思うんですけど、じゃあ一徹さんはきっと素晴らしいお宝カードを紹介してくれるんで、ゼンティガーの土地から来るはね、話がふわふわしがちなんだよ。普通に便利で会話終わっちゃうから。みんなもね、得てないんじゃないかな。あ、そうっすね。まあそうだね。ゼンティガーのヤキもスタン落ちして何年ですか。3年目かな、多分。そうですね。いや、スタン落ちは3年経ってない。スタン落ち、まあ2年か、そうやってたから3年。もう皆さん忘れてるんじゃないですか。今こそこのカレーの待ち伏せ、うん、皆さん思い出してあげてください、うん、ということで、はい、続いては一定さんです。はい、白全体除去得意な色じゃないですか、うん、その中に時々あるでかいやつだけ除去っていうのがあるじゃないですか、うん、で、それ何枚かあると思うんですけど、その中で一番強そうなやつ本当か。それがこちら、高魂です。高魂、高魂4万のソーサリーでパワーが3以上である全てのフィーチャーを破壊する、うんうん、おー、これ何で使ってるかというと、デルニーですね。デルニーはパワー2以下のクリーチャーの誘発型の能力が倍になるというやつなんですけど、要は自分の敵にはパワー2以下のクリーチャーばっかり入ってるわけですね、うん、ということはこの4万の全体軸、相手のクリーチャーだけを一気に吹っ飛ばすことができる。あ、やらしいですね。そう、うん、でさらに、まあ、これだけここまでだったら普通です。最近も指輪物語とかに似たようなカードもありますし、フードソードもそうそうそう、あれもいいんですけど、このカードが最強たるゆえんはこの横にしないと読めないテキスト、ヨハこの墓地に置いてあるこれを唱えられるっていう能力ですね。これが5マナのソーサリーなんですけど、墓地にあるパワー2以下の全てのクリーチャーカードを手札に戻す、うん、これがまたデルニーと噛み合って、なぜなら自分のクリーチャーパワー2以下しか入ってないから、ね、すごいデルニーが中盤はこれで相手のクリーチャーだけ掃除しておいて、でもやっぱゲームが長引くとこっちも横並びするデッキなんで、相手から全体軸打たれちゃう、うん、ってなった時に、まあ、クリーチャーが多めのデッキだからどうしてもリソースを戦場に溜め込みがちで、全体軸を受けてしまうと手札がスカスカってなりがちって時に、思い出したかのようにこのヨハで復行復行を唱える。行だっけ。行です。行だったの。復行復行ってやるとずっと高校です。そうだね、仮想がね、読みたくなるけど、うん、かっこいいじゃん。あ、読みがある高校風車。本当全く同じだよ。でも今も別にこう黄昏と、うん、これあと夜明けの感じなんで、うんうん、全く同じです、うん、確かにこれ思い出してきた、うん、これデルニーで対戦した時に思い出した時に打ってきた、マジで思い出してあって言いながら打ってきた。そうそうあーセビンの再利用とかないかなと思ったら、もっと強いのある。それかあ
これ自分も忘れるぐらい本当にその攻撃だからね。これねすごい両方強いのがすごいですよね。いや、いい、うん、別にこれ出来事とかと違って唱えてる必要ないんで、うん、何らかの方法で切削されてても唱えられるっていうのがまたいい、うん、いや懐かしい。俺もこのカードすげえいい思い出あったんだけど、うん、スタンダードで当時青白モニュメントというのがあった。俺めちゃくちゃ好きで、俺人生初めてスタンダード3-0ぐらいしたデッキ。あーすごい。でそれ使って、うん、このカード強くて、うん、マジでいいなと思った、うん、EDH でもねこんなデリニーと噛み合っててここまで強く発揮力で発揮できるのは思ってなかった。うん、青白モニュメントね安くて、安いんだけどめちゃくちゃ粘り強くて、そう、うん、いやめっちゃいいな。いや懐かしい、5枚こんなに回収できるんだといつも思っちゃうんだよね。これは本当にすごい。結構 7枚ぐらい余裕で回収できるっていうのがすごいよね、うん、いやいい思い出だわ、はい。なのにめちゃくちゃ安い。まあ、そうだ、多分値段わざわざ確認してこなかったですけど、多分100円とかで買えると思います。再録したからね CLB、うん、というわけでこちら黄昏、皆さんぜひお使いください。合コンこれカットされるのかな。はい、僕はですね、うん、じゃあ今回は新しいイクサラッカー、うん、こちらですね、鉄面帝徳のトンネル掘削機、うんうん、長い名前は、名前は長いですね。これ最近気に入ってますよ。いやこれね結構ね、うん、原こすりカードなんだけど、うん、あんまり出してるのは見たことないですよ。3マナの伝説のアーティファクトになってて、これが場に出た時に自分の手札を好きな枚数捨ててもいいよ、うん、で捨てると捨てた分と追加で1枚ドローする。うん、3マナ超えると最近のあったのルーティングってなぜかプラス1してなんか追加で1枚引かせてくれたりとか、反応させないようにしてる、損しないようにカードを引かせてくれるっていうその優しさを最近感じますね。これ多分赤に対するウィザードの優しさが多分溢れてます、うんうん、自分の終了ステップにこのターン爆発してたら、爆発してたらパーマネントが墓地に落ちてたら、赤くしたらこいつにカウンターを1個乗せてもいいよ、うん、乗せます。これでカウンターが3つ乗ったらこいつを変身させるよっていうカードになってます、うん、まあ表面の説明は、まあ、単純に3マナアーティファクトでめちゃくちゃルーティングができる、うん、しかも損しない。大体そういうカードってのはそのまま使い捨てだけど、こいつはその後場に残って何かしらの役割を持ってくれる、うん、アーティファクトだったら変な風になんかいらなかったらこいつサクってもいいし、赤白とかあったらまあブリンクもできるよみたいな便利さもあるねって感じで、裏になると何なのって話したんですけど、裏になるとですね、借用の体テクトラっていうそのランドになるんですけど、赤マナをタップで出せるっていう能力と、赤マナを使って唱えたパーマネント呪文は、うん、発見 X を持って X はその唱えた呪文のマナコストだよっていうカード、うんうん、あそうそうそう、だから1枚カード使うと追加でカードが1枚ついてくるっていう土地になるよっていうカード。結構強いね、これ。強いんだよこれ、うんまあ、嬉しそうになってるまあ単純にルーティングするのが手札が減らないルーティングっていうのも強くて、裏面になるとアドバンテージも取れるっていうカードで、まあいつも使ってるのは大体さっきから話によく出てくるあのトーモドクターっていうなんか、うん、あのインスタントソーサリーのバカ重いカードしかで気に入れられないっていう地獄みたいなデッキがあるんだけど、ラッパにもなれるね、こいつ。そう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 、ラッパにもなれる地獄みたいなデッキがあるんだけど、手札7枚見た時のマナコストがなんか50マナぐらいになってる時に、うまいこと捨てて手札の枚数、手札のマナコストをまあ15マナぐらいにしようみたいな、うん、に使える、うん、捨てる枚数選べるのもいいね。なんかこういうの大体いつも全部捨てろって言われるけど、確かにそう、自由に選べるのがなかなかない。自由に選べるのはね結構ありがたい。そんな賢いことはねできない気がする、うん、で裏になった後もちゃんと自分の呪文を打つのサポートになってくる、うん、えこれでさ、トンボドクターでフラッシュバックのものにこれ使うと、ああこれでパーマネントだけなんですよ。ああ欲しい。でもトンボドクターはドクターだから、ドクターのコンパニオンが必ずいる、はあ、からコンパニオンを出すためにマナを使えばちゃんと使えるぜ、はあ、確かにアフターキャーまでバッチリだ。発見してくれる。発見してくれる。なるほど。おすすめは一番重いクララ・オズワルドかな。多分6マナ。6マナの、あの好きな色になるやつ。6マナだから、こいつの重いカードを出すっていう気持ちに応えてくる。うん、っていうね、こちら。鉄面帝徳のトンネル掘削機、うん、普通に便利なカードだから説明することがないな。カジュアルでめっちゃ人気そうな感じで、うん、意外と誰も使ってない、本当に。そうそうそう。うん、長いからね。テキスト。落白までが長いからね、結構。まあ、デッキを選ぶ。そう。のんびりカード。じゃあ、俺も。トーボドクターカードを紹介しようかな。トーボドクターカードそれいっぱいある。こちらエルドワールの証拠です。ああいい、うん、俺もスタンダードの当時マジック始まった頃の思いです。2マナの13の飛行スピードです。能力はマジでシンプル一つ、自分が手掛かりを初めて1ターン作るときはもう1回誘発する、うんうん、そう毎ターン初めて調査するとき2回誘発するという、うん、いかにシンプルな能力です。で私はこれはハレコマで使った青緑のケイランを使うとき、まあ、ちょっと手がかりシナジーを注目して組むときこれを入れました。さすがに手がかりが2枚になると普通にアドバンテージになっちゃうんですよね、うんうん、アンチファクト1個増えると同時に2マナで探ったらもう1枚通るという、うんまあ、当然逃亡ドクターはね、手がかりをね大事に使って、そうこっちの重いカードをマナコストを考えて
そのあ踏み倒してはそんなことができる。だから手掛かり多い方がさすがにみんなケアしちゃうんで、それがパワーが発揮できるかなとは思いますね。当然あの昔もちょっと一回動画で話したことあったんだけど、手掛かりは絶対ここから注目メカニズムになるだと思います。おう、うん、もうすでに指輪でフードがちょっと注目されてて、うん、MKM でちょっと特別そう調査されてる。そのやっぱラミカと関わるとね、調査が結構注目されるんで、うんうん、ここからのね、うん、メジャーメカニズムとして発揮力発揮できるかなと。すでにねサポートカードをいっぱい出してですね、その例えば手掛かりの起動コストを軽くするやつとか、うん、あの起動がもう一回誘発できるやつがいっぱいあるんで、うん、その中にこいつもなかなかの独特の能力で再力は一回あったんだけど、あんまりみんなに見られてないかなと思って、俺もスタンダード当時のリミテでこいつを引いてただのスコーブロッカーとして使ってたいや、そんな感じだよ。でも2万1さんのスティックでこんなユニークな能力を持ってるのはかなりいいなとは思います。結構そのモダンファレード2で出たアミノのローリスって、ローリス、うん、クリーチャー捕まえるたびに手がかりトークン出したやつがいて、そいつがいるとクリーチャー出すだけで手がかり2個になるから、うん、めちゃくちゃそのはかどるというか、うん、かなり超強力でかなりいいからね。あとはね、私これは実はね、最近私めちゃくちゃ大ハンマーにハマってて、うん、で大ハンマーのジェネルをで聞こもうかなと思って、大ハンマーそのものにハマってる。そうっす。おでその中の人間の勢力のデッキの中に、うん、一旦神門艦っていうレジェンダリークリーチャーあって、うん、あいつの能力もね、あ1マナタップして相手のクリーチャータップすると自分タイガートークン1個出るという能力持ってるんで、うん、それも相性がいいから、こいつはね多分大活躍する。うん、ここから俺のデッキの中でって以上です、うん、はい、ということで今回こちらのカードを紹介してみました、はい、結構ねやっぱ亡霊くん俺は好きだね。ボレクはいいね、うん、アンコモンでこれから活躍しそうな感じも伸びしろがすごくある感じがします。なんか評価まで配慮だったということで、よかったら皆さんも使ってみてください、はい、というわけで、もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。というわけで、トロピオスコでした。ハレルヤメディアの一徹でした。ハレルヤの杉でした。ハレルヤの最初でした。また次回、バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレルヤをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。 Thank you.